はいどうもこんばんは、オノマッチスタイルジャニーでございます。このチャンネルでは僕が人生 V 字回復したコツをお届けしております。今日もスペシャルゲストがやってまいりました。入りにくくてごめんね、ニックンです。すいません、入り方がわかんない。いや、わかんない。わかりませんでした。ニックンです。よろしくお願いします。シンガーソングライターのニックンに、2回目。2回目です。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。来たね。来たね。ニックン。ありがとうございます。ありがとうございます。ニックンって今、めちゃくちゃ人気のシンガーソングライターで、今、年間のライブ本数とかってどのぐらいの？去年が83本で、今年はもう明らかにそれを超えそうな、超えそうな、この半年でもう60回を超えてるんで、多分100回いきそうな、やばいね、感じがしてますね。やばいね、 1.5 倍ぐらいになりそうな感じですね。なりそうですね、うん、すごいね。すごい、ありがたいですね。ねえねえねえ、そんな今、飛ぶ鳥を落とす勢いのニックなんですけど、今回、ニックに聞いていきたいのは、好きなことを仕事にしていくのテーマで聞いていきたいと思います。めちゃくちゃ面白い。なんでかっていうと、僕のチャンネルとか見てくださってる方で直接会った人に、マッツさんみたいになりたいですって、なるほど、いうことを、どこを取ってマッツさんみたいになりたいですって言ってもらえるか分かんないけども、うん、なんかどこかを見てマッツさんみたいになりたいですって言ってくれるのね、うん、その時に僕もっと明確にした方がいいよっていうのを言う。なるほど、なるほど。僕みたいになるのは僕がアドバイスできるけども、ミュージシャンバージョンってなんかどういう感じなんだろうなっていうのをね、ニックの食えない時から食えてる今に行くまでになんか決めたこととか、なんかそういうのがあったら教えてほしいなと思って。ああ、わかりました、うん、今伝えたいことが2つ浮かんでるんで、まず1個目から、はい、1個目からください。1個目からいいですか？いいですか？いいですか？お願いします。いつも YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。僕の公式 LINE アカウントができました。今お友達追加していただくと、僕の人生 V 字回復するメッセージが詰まったスマホの待ち受け壁紙をプレゼントしておりますので、ぜひお友達追加を概要欄の URL からよろしくお願いします。僕もともと好きなことで、好きなことを仕事にしたいってめっちゃ昔から夢なんですね、うんうんうん、今日もね、ご飯食べてる時話したけど、うん、好きな漫画は何ですかって聞かれた時に、うんうん、スラムダンクって言ったんですね、うん、僕はバスケのあのスラムダンクが大好きで、あれを見てバスケットを始めて、うん、プロバスケ選手になりたいと思って、うんうん、めっちゃ頑張ってたんですね。そうなんだ。死ぬほど練習して朝から晩までやって一生懸命やったけど、うん、まあ、ある日ね、親父が僕の部屋にバーン入ってきて、うん、お前いつまでそんなことやってんねや、そんなんで飯なんか食えるかって言われたんですね、うんうん、当時思春期やから喧嘩になったけど、うん、あー、そうなんだ。もう反抗したけど、でもすっごい悲しい。え、何歳ぐらいの時？14歳。まだ早くね、もうちょっとバスケやらせてほしいよね。そうそうそう。もうちょっとやらせてって思うし、うん、こんな一生懸命夢を追ってるんやから応援してってすごい思ってたよね、うん、ですごい悲しかった。でも反抗する気持ちもあるから、うん、一生懸命やるんやけど、結局やっぱ叶わんかったね、うん、その夢はね、叶わなかった時に、あ、なんか夢って叶うと思ってたけど叶わんのかなって思ってたんだよね、うん、そして大学になって音楽を始めるわけ、うんうんうん、で音楽もやってみたものの、当時は路上のブーム、ゆず、うん、とか小袋がブワーって、路上ミュージシャンがもう電信柱ぐらいね、大阪はもう。そうなの？そんなにいたの？いたいた、もう。あ、そうなんだ。すごい、各電信柱、各電信柱ぐらいね。すごいね、等間隔にいて、うんうん、みんな上手いんですよ。上手いんだ。大阪はもう本当実力派が多くて、うん、そこで路上してた時に、自分たちは全然下手やったから、うん、大学から始めたし、うん、そんな中で周りのめちゃくちゃ上手い人、あの彩香さんってミュージシャンがいる。あ、いるいる、めっちゃ売れてる、いるいる、あの彩香さんとオーディションで争った人とかが路上にもいるわけ。あ、そうなんだ。とんでもない路上にいるんだ。路上にいる、路上にいるわっていうね、もう路上やめてっていう感じなんだけど、そうだね、路上は素人に、そうそう、素人にください、やめてくれと思うんだけど、でもそういう人ですら好きなことで食べれてなくて、うん、あ、そうだね、僕はなんと厳しい世界なんだって思って、うんうん、当時仲間とね2人でやってたけど、うんうん、僕はもうすぐ諦めてしまって、うん、相方はずっとこれで食べていこうって言ってたけど、僕は結構早々もう諦めてたんだよね、うん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 、じゃあなんでそんな自分が今みたいになれたかっていうと、一個はまず出会いですね、うん、天竺マンっていう人と25歳の時に出会って、会社で働かせていただいた時に、好きなことで食べてる人にたくさん出会ったの、うんうんうん、カメラマンで食べてます、うん、音楽で食べてます、なるほどなるほど、
あ、そうなんや、食べれるんや、うん、まずそこで1個ブロック外れたんですね、うんあうん、好きなことで食べれる人ってそのテレビの中だけじゃなくて実際にいてんねやっていうのがすごい、そうだね、実感が、サラリーマンだけしてたらさ、周りはさ、その給料をもらって生活してる人ばっかりだから、そうだからなかなか見れないもんね、見れなかったから、うん、そういう人がもうテレビの中にしかいなくて、うん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 、本の中とかね、そうだね、そうだね、でも実際にその人たちと会った時にまず、うん、あ、意外とこうやって食べれるんだっていうのがまず1個、多分そこでいい気づきがあったんでね、うんうんうん、もう一個大きかったのが、うん、天竺マンがある時に言った言葉が今でも残ってて、うんうん、教えて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 話していい教えて教えて教えてそれを待ってましたそれこれを待ってた、うんうんうん、天竺マンが言ったのが、うん、クイズ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 なのこれクイズ考えてくれるか、うん、これでも当たったんですよ天竺マンが言ったのは、うん、好きなことで食べれる人と食べれない人の違いがあるよって話をする、あ、そうなんだ、じゃあその違いは何でしょうっていうクイズです、あ、これはめちゃくちゃすごい、うん、まず皆様、ご覧の皆様、今あのコメント欄に、まあ、ぜひ入れてほしいですね、うんうん、好きなことで食べれる人と食べれない人の違い、僕はもうとっくの通り整ってるんですけどあ、整ってる、あ、じゃあ通り整ってるんです、よかったら、うん、あの食べれない人と食べれる人の違い、はい、うん、それは諦めないこと、ああ、いいですね、うん、正解それも一つの正解ですでも僕が言おうとしてるのとは違います、よかった、危なかった、当てたからそれもめっちゃ大事だと思うんだけど、うん、その天竺マンが言ったのが、好きなことで食べれる人と食べれない人の違いわかるか、うん、みんなはうまい下手の違いやと思ってると、実力やと思ってると、上手になれば食べれる、うん、音楽なんか分かりやすくてね、うん、上手だったら食べれるとか、うん、絵描きさんもそうだよね、うん、上手になったら食べれるとか、うん、そう思ってる人が多いやろって、うんうん、でも違うのや、うん、好きなことで食べれるか食べれないかは実はたった一つ、うん、その好きなことで誰かを喜ばせることを考えてるかどうかやって言ったんですよ、やば、ふわーって、これはやばい、かっこいいって、これはやばいよねやばいよねこれやばい、その通りだね、もうそうなんだめっちゃ好きめっちゃ好きそう聞いた時どう思ったの、一回、いや、もうその時はでも正直まだサラリーマンもね、うん、出たばっかりだからまだ実感なかったんだけど、うんうん、その時出会った好きなことで食べてる人を見た時に、確かにそんなに上手じゃない人もたくさんいたわけ、うん、筆文字で食べてる人とかいたけど、うん、え、これ僕でも書けそうみたいな人も食べてたのね、それが仕事になってて、うんうん、でその人をよく見てると、やっぱりその自分ができるその好きなこと筆文字でどうやって誰かを喜ばせようっていうのを考えて考えて、いろんなグッズを出したりこうしたらお客さん喜ぶかなっていうのをすごい考えてあったから、あ、本当にこういうことなんやっていうのがすごいだんだん腑に落ちていって、そのおかげでそういう人たちの背中をたくさん見させていただいて、自分もそうすればいいんだというか、それが嬉しいしね、大好きなことで喜んでいただけるってすごく嬉しくて、自分はね、前多分マチ君のチャンネルでも喋らせてもらったけど、2年前音楽やめようと思ってて、それがまあいろんな人との出会いのきっかけで続けさせていただいて、 CD が出て全国でね、そんな80回とか歌わせていただくようになった時に、富山県でね、ある日ライブをしていたら、全く僕らのこと知らない女の子が来たんだよね。たまたま前を本を買いに行くために通りかかって、音楽が聞こえてきたから入ってきたって女の子がいて、その子はライブ中ずっと泣いてて、終わった後に話しかけたよね、うん、そしたら、私は17歳です、うん、学校も行けてないし、親ともうまくいってない、誰ともうまくいってないし、必要とされてない、だからもう生きるのをやめようと思ってましたって、うん、でも今日あなたたちの音楽を聴いて、もうちょっと生きてみようと思いましたって言ってくれたんだよね、うん、その時ゆうくんともろめいちゃんっていう仲間と一緒だったんだけど、あとれんじろうって友達とね、それが嬉しくて嬉しくてね、この大好きなことでそれが届いて、生きるのを諦めようとしてたあの女の子が生きようって思ってくれたんだって思った時に、もう嬉しくて嬉しくて、僕らもみんな泣いてね、やっぱ誰かが喜んでくれるってやっぱ嬉しいじゃん、マチ君もね、もう誰、めちゃくちゃ嬉しいね。そう、今日の話していいですか、もうどんどん飛ぶけど、趣味は何ですかって聞かれたんですよ、なんかおもろいね、お宮みたいに、趣味は何ですか、バスケットボールですって言ったら、じゃあ逆にマチ君趣味は何なのって聞いたら、マチ君が言ったのは、僕は友達を勝たせることだよって言った、うん、かっこいいと思って、うんね、楽しい、それが楽しいんだよね、友達が成功するのが楽しい、誰かを喜ばせるのが楽しいっていうね、かっこいいなと思いましたよ、うん、ありがとうございま
ありがとうございます。カッコつけました。カッコつけたね。いやいや、でも本当に思ってる。そうだよね、本当も見てたら分かります。もう生き様がそうだもん、うん、誰かのためにだもんね、うん、それが気持ちいいからね、僕が。ああ、最高。だからこそマッチ君も僕も好きなことでこうしてね、うん、誰かのお役に立てている今があるんじゃないかなと、うん、ああ、めちゃくちゃやばいね。でもニック、そのミュージシャンの道って諦めそうになったこととかないの？あるある、もうバリバリやって2年前だね、本当に2年前にもう自分は辞めようと思って、うん、2年前も全然自信がなかったし、人目が気になるから、うん、ライブしてても楽しくないの、うんうん、ライブしてるとさ、どうしても誰か先に帰ったりするの、そのお客さんの中で。それはただ用事があるだけで帰りはるんやけど、うんうんうん、自分は自信がないから、あ、僕の歌ひどすぎて帰ったと思ってたの。すごい、受け取り方がね、受け取り方がもう歪み、最悪最悪だね、歪みまくってる、うんうん、だからライブ楽しめなくてもうやめようと思ったのが2年前の6月、うん、でもそんな時に最後だと思ってたイベントで震えながらね、その日も自信ないから歌ってたら、マチ君も知ってる香取貴信さんっていう方が会場にいらっしゃって、で香取さんが僕の方をね、ずっと優しい、今のマチ君みたいなね、優しい目で僕を見てくれて、一人じゃないよって、失敗しても大丈夫、思い切りやれよって言ってくれてて、その目からねそれが伝わってきて、それが嬉しくて歌い切ったんだよね。そうなんだ、うん、あ、もうそういう目、この優しい目なんですよ、うん、その目に支えられて僕はその日歌い切って、歌い終わったら、うん、同じ場所にいた開運アドバイザーの蔡良平さんがね、うん、駆け寄ってきてくれて、めっちゃ良かったから、うん、めっちゃいいからもうちょっと歌ってみなって、うん、2人がね応援するように続けてみなって言ってくれて、うん、そっからね、ほんとちょっとずつその2人の言葉が嬉しかったからやってみたら、2年前ね、やめようと思ってたのに、うん、去年はゆうくんのおかげでね、仲間も助けてくれて CD が出まして、うん、CD 出てね、うん、一昨年はライブ回数たったの3回だったのが、うん、去年は83回になりました。やばいね。やばいよね。そして今年アルバムをまた作りたいと思って、うん、クラウドファンディングをね、目標金額150万円で始めましたら、はい、何日かかるかな、達成できるかなってドキドキしてね、うん、オープンしたら初日、うん、たった半日で目標金額を達成しまして、やばっ、たくさんお呼びいただきまして、うん、ありがとうございます。すごすぎる。そういう人が現れてね、僕はこうして、うん、たった一つの出会いや言葉で人生って変わるなと思うので、あなたが出会う人を大切にしてほしいですし、うん、あなたが届ける言葉だったり、たった一つがね、誰かの力になると思うので、うん、ぜひそういうことを大切にしてもらうと、必然と、うん、あなたがやるべきことにたどり着いて、それが仕事になるんじゃないかなというふうに思いますね、うんうん、ありがとうございます。ニック、本当にありがとうございます。ニックみたいに難しいなって一見思われる道でね、食べていくやり方って、でニックは公演の時に呼んでもらうことが多いんだよね、誰かの。そうですね、さっき言った香取貴信さんの講演会で歌うとかね、うんうんうん、ちょっと珍しいかもしれない。これ珍しいパターン、本当にやり方っていっぱいあるじゃんね、うん、無限にあると思う。そう、うん、だから自分の思ってるアーティストってミュージシャンってこうやって食べていかなきゃやっぱならないっていう考え方を外したら、ご飯って食べていけるんだね。あ、そうだね。僕もね、音楽で食べるってメジャーしかないと思ってたので、うんうん、ね、今もういくらでも、こんだけ YouTube やね、や SNS があれば、本当にそう、いくらでも道があるので、うん、答えも道も一つじゃないって。そう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 。ニックンがその証明になってるよね。いや、ありがたいですね、うん。僕もたくさんの人に背中を見せてもらったから、うん、何か届けられたら嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあ最後にね、無茶ぶりかもしれないけど、無茶ぶり、はい、うん、なんか僕好きな花で、はい、ユリの花好きです。そうなんだ、うん、匂いとか、匂いとか匂いとか好きなんだ、うん、そうそうそう、初めて知った、うん、そうそうそう、例えばなんかユリをテーマに、あー、英語で言うとリリーとかそういう感じ。ああ、英語で言うとリリー、うんうんうん、なんかそういうテーマでなんか曲とか歌ってもらうことってできますか？そうだね、うん、あんまりそうね、やったことないけど、うん、マッチ君のためなら、うん、いい、はい、人を喜ばせようって言ってる手前ね、うんうんうん、歌わせていただいていいですか？よろしくお願いします。ます、いけそうです。早い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 ね、早いね、来てる来てる感じする、来てます来てます、はい、ではリリー、ね、ユリはリリー、複数あるとリリースになるんで、うんうんうん、リリースっていう曲が降りてきてるんで、すごい、言ってもいいですか？いや、お願いしてもいいですか？行かせていただきます、うん、この世界
は誰のもの、誰のものでもない、あなただけの物語、主人公はあなた、周りなんて関係はない、あなたが決めることを、それだけでいい、それだけが真実、信じてあげて、あなたの目は大切な人を優しく見るために与えられたもの、あなたの声は大切な人に愛してると伝えるためのもの、自分を大切に、あなたを大切に、あなたが生きてさえいれば私は幸せ、何者でもいい、誰かになろうとしなくてもいい、あなたがあなたでいればみんなも幸せ、命ある限り百合のように大きく咲こう。自分を大切に、あなたを大切に、あなたが生きてさえいれば私は幸せ、何者でもいい、誰かになろうとしなくてもいい、あなたがあなたでいればみんなも幸せ、命ある限り揺りるように大きく咲こう。出会えたから、だから揺りるように一緒に咲こう。ヤニー君、ありがとうございました。ありがとうございました。もしかしたら途中で音楽ね、バーンって切れてる可能性がある。あ、なるほど、なるほど。ニックが神がかり的に下ろしてきた曲は、はい、ニックのチャンネルで全編放送してもらえるということなので。あ、そうですね、歌わせていただきたいと思いますので。はい、いいですか？はい。あ、もうめちゃくちゃ名曲降りてきたね。いや、名曲、すごいなぁ。なんか、来てますね、来てる、はい。あのね、代表曲にした方がいいと思うよ、ニックの。この曲ね。この曲を。いや、確かにもうすっごい一番人気で、一番人気ってもう降りてきてない点になってるから。すごい人気ですよ。あ、そうなんだ、はい。これね、多くの人に届くといいなと思ってるので、はい、ぜひニックのチャンネルにこの曲を聴きに行っていただければと思います。そしてクラウドファンディングもまだやってるので応援してください。ありがとうございます。ありがとうございます。